はい、皆さんこんにちは、論外です。ということで、昨日ね、無惨攻略してちょっとね、今初回編成、まあ初回クリア編成の動画を流しているんですけども、まあね、敵方へ、まあ、昔の超級玉を思い出すような感じでしたね。まあ、本当にね、すんなりいくときはめちゃくちゃ配置が良くてとか、そういう感じになるとは思うんですけども、まあ基本的にボス戦からの流れを解説していくと、まずボス1っていうのは、無惨を倒すと自動的に雑魚撤退が、まあ、起きてしまうんですよね。なので要するに無惨を倒してしまうと、ストライクショットや配置の調整ができないという状況になります。で、なぜかボス2だけ無惨を倒しても、まあ、雑魚が残っている場合ですね、雑魚が撤退しないんですよね。まあ、雑魚撤退が起きないという状況が発生するので、まあ、無惨さえ集中攻撃してしまえば、ストライクショットとか、まあ、配置調整だとかをね、ボスさんに向けてできるという感じになります。まあ、正直ね、ボスさんやったことがある方はね、多分わかると思うんですけど、ボスさんの難易度が非常に高い。なので基本的にボスさんの配置とかは、まあ、安定して攻略するのであればもう必須かなと思います。なのでボス1、ボス2で結構ストライクショットをね、活用して、まあ、ボス2でうまく貯められたらなという感じになるとは思いますね。まあ、もちろんね、ボス1、ボス2でストライクショットをね、節約できればいいんですけど、なかなか難しいと思うので、まあ、必ずどっかで、まあ、ホームズみたいに回転率の高い SS は使うことになるとは思います。で、ボスラスゲの配置が、まあ、ボスが中央上にいるんですよね。なので上壁間で、まあ、ボス突できるみたいな感じになるので、基本的にボス2で、味方を極力上に集めて無惨を集中攻撃するっていうのが一番いい流れだと思います。下手にね、下の鬼を相手にしてると、めちゃくちゃもうターン数だったり無惨からの電線切りが飛んでくるので、まあボスをね、もう上で特攻する、もう下の鬼は無視するのが一番いいかなと思いました。ということで、まあ、今後もね、ちょっと面白い攻略見つけたら動画にしていこうと思います。ということで終わります。バイバイ。